What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン2、サイレントアサシン、ミッション18、週末看護を、ね、攻略していきたいと思います。だいぶ喉がマシになりました。まあ、まだちょっとね、やばいんですけど、まあ、昨日とか2日前とかに比べたら、声が出るようになったのでね、ちょっと実況付きで、このゲーム、このミッション攻略ですね。結構難しいです。で、難しい理由なんですけど、とりあえず、扉とかがすごい多くて、で、入れる扉、ちっちゃな小部屋がすごいたくさんあるので、それで、まあ、マップを覚えるのがまず大変でしたね。まず服装を取りに行きます。なんでこんなところにポツンと服装が落ちてんのかわからないの。一切隠れることもなく砂場の上にポツンと落ちてる。チャイニーズマンクのような、少林寺みたいなね。もう昔中国拳法やってたんでね、だいたい10年ぐらいやってたかな。小学校1年生の時からなんで、だから小学校1年生って何歳や、10、11、10、ちゃうな、うん、小1って何歳か分からへんけど、まず10歳ぐらいの時から僕やってたんですよ。だから今25なんで、でここ2年ぐらいちょっとね、機会なくてやってない、だから13年ぐらいやってたかな。ここがまあ、後付けなんですけどね、まあ、初めてこの服装を取った時に、いや、少林寺やんと思って。それで中国拳法をバカみたいにやってた時に、本場の中国拳法を体験しに行こうと思って、僕中国行こうと思ったんですけど、さすがにやめとこうと思って、で代わりに、まあ、代わりにって言ったらあれですけど、香港行ったんですよね。で中国拳法の服買って、で中国のその香港の道場に行こうと思ったんですけど、台風直撃した時期と重なってて、一切外に出れなくなってね、結局ずっとホテルの中で、ホテルの中にいたんですけど、そういう思い出があります。中国拳法以外もね、クラブマガであったりとか、空手もそうですし、合気道とか、システマとかね、結構ありとあらゆる武道を僕ずっとやってて、意外でしょ。でここ降りるときテーブルの上に一回当たってから下に落ちるようにしてください。これ直接地面に落ちちゃうとダメージ食らうので、必ずそのテーブルの上で一回着地して、このちょっとした段差がやっぱゲームなんでね、何センチ以上とか何メートル以上の高さから落ちるとダメージ食らうっていうのがシステム上決まってるんで、一度テーブル挟んどくと、ダメージ食らわずにするんでね、一応テーブル遊びをしてくださいね。大体3日ぐらい僕体調悪かったかな。なんか僕のその友達がもともと体調悪かったんですよ。風邪ひいてて、で一緒に車乗って、でそれが移ったんですよ。ものの見事に。んで移って、で 37.2 度ぐらいの、まあ言ったら微熱ですねが出て、でまあこれぐらいやったらまあ治るやろうと思って寝てたら、まあ、次の日には治ったんですよね。ああ治ったわ、あはははみたいな感じで過ごしてたら、で2日3日ぐらい元気やったんですよ。で4日目ぐらいになんかまた熱出てきて、うわまた出てきたみたいな。でそれで2日ぐらい続いたのかな、熱も。まあ熱言っても37点、それこそ3度とか
まあ、そんなね39度38度、高熱出たわけじゃないんで、ね、そこまでしんどくはなかったんですけど、ね、声がずっと死んでて今でもこんな感じなんで、早く、まあ、ツイッターの方でも言ったんですけどね、声が完全に治り次第、究極縛りシリーズのスプリンターセルカオスセオリーミッションパート2貨物船ね、プレミアム公開、あれあちらの方をまた上げていくんで、もう少々お待ちくださいね。この声でもよければ全然上げますけども、もうちょっと万全の声になってから究極縛り上げたいなと思って、すいませんね、こんな変な声で動画投稿して。もうさすがにね、1日とかなら私も2日3日やらないってなったら、ちょっと申し訳なさすぎて精神がおかしくなりそうなので、さあ、まあ、昨日も実況ついてなかったしね、でこれメス取ってください。で今から真っ暗になります。で何も見えないよーっていう状態になっちゃうんでセーブします。で前回もね、ジャグジーのミッションでなんか真っ暗になった覚えてます。で温泉になんかおっさんが使ってて女の子3人がいてっていうミッション、なんか真っ暗で何も見えないのに編集ソフトかけたら明るくなったとか言ってたやつだと思うんですけど、今回も同じなんですよ。真っ暗で何も見えなくなるんですが、今回に関してはこのゴーグルを持ってますので、これで見ながら進んでいきます。まあ見にくいよね。まあベッドの上に横たわってる人を一人一人確認しに行くんですけど、どの部屋にそのベッドの上にいるのかっていうのがランダムなんで、見つけ次第すぐ終わるんですけどね。4つあるんでね、まあどこかに必ずいますから。うん、違うな。まあ、こうやって見るとやっぱスプリンターセルの暗視ゴーグルは見やすいよな。見にくくてしょうがないもんね。なんかシステム的な部分で難易度上がるのはちょっと残念やなと思います。いった、さようなら。患者を殺すじゃなくて、そのカルト教祖を殺すって出たら、当たりなんで抹消しちゃってください。麦わらの
あれ、これね、暗視ゴーグルを外そうとしてて外せなくなって、どうやって暗視ゴーグル外すんだっけっつって、たまにね僕操作分かんなくなるんですよ。やってるゲームが多いっていうのもあってね、それこそこのサイレントアサシンはプレイステーション3でやってて、で PS4 でもゲームやってるし、で PC でももちろんやってるし、どのボタン操作がどれだっけってなっちゃうよね、たまにね。どうも脱出したら終わりです。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。ヒットマン2サイレントアサシンミッション18、次が、ラストミッションになります。次19でもう一個20あるんですけど、前から言ってるようにミッション20はドンパチ戦なので動画にしません。なので次回がラストミッションになります。また次のミッションでお会いしましょう。 See you next time. Peace out. I'll be back.